スタンスがクローズスタンス、オープンスタンス、それと足のこの開き具合などを教えてくださいというご質問をいただきました。で、現状その人それぞれがスイングを作っているので、もちろんクローズスタンスであれオープンスタンスであれ打ちやすければそれでいいということにゴルフスイングだとなりますが、方向をゴルフスイングではアドレスで方向を決めます。ですので、どちらかというと体をオープンにしてとかクローズにしてっていうような状態を作るのはかなりの練習がないと、その方向付けっていうのがなかなか難しくなってしまいます。それでなくてもゴルフスイングはボールの位置と体の位置にズレが生じていますので、大体の人がこう右を向きやすくて体がハスを向いたような形で打ってしまっている場合っていうのがコース上では起こりやすいです。ですので、なるべくスタンスとしてはまっすぐ打ちたいです。よくインテンショナルフックなどは体を右を足幅は右に向けてフェイスはまっすぐに向けてそのままスイングすると軽いフックになる。逆に足の向きは左に向けてフェイスをまっすぐに向けるとボールはスライス回転してフェードやスライスになるっていうようなことが言われます。ですので、どちらかというとスタンスを変えるということはボールに対しての曲がりも作るということになりますので、ボールの曲がりがあるということはエネルギーが曲がるエネルギーに加わってしまいますので、どちらの曲がりにせよ飛距離が落ちてしまいます。ですので、やりたいのはしっかりとまっすぐ構えてコースに行っても歪まないアドレスを作っていただくということと、スイングに対して自分がニュートラルにスイングするということでまっすぐ構えていただくということが大切になります。で、そのまっすぐ構える時の注意点なのですが、今このようにスタンスを取った時に、これもスクエアですし、これもスクエアですし、これもスクエアですし、これもスクエアになります。これもスクエアになります。で、何が違うかというと、このかかとの後ろ側はずれていないのですが、このつま先の開き具合というのは本人の自由で変えていいのですが、このつま先をこう揃える動作をすると骨盤が前に出てクローズスタンスになってしまいます。ですので、このつま先を開いたことによって足の右足と左足の位置というのは変わるのですが、基本的にこの位置が変わってもかかとの位置は変えないようにしないとスタンスがスクエアということになりませんので、自分の上から見た足をなんとなく何も線がないとこのように揃えたくなってしまいます。で、このつま先を見るとこのように揃っているのですが、かかとからよく見るとこのように斜めになってしまっていますので、実はこれでは骨盤が右を向いていてアドレスが崩れているというような状態になっていますので、大体ゴルファーの一般的な構えとしては右足より左足の方が回転しますので、このように少し開いています。ですので、一般的に考えるとこの右足より左足のつま先が少し空いているような感覚というか、少し後ろにあるような感覚を持ってアドレスしていただいた方がスクエアに構えられるということになりますので、その点を注意して構えに入っていただくと右を向きやすいなどの失敗が出にくいのではないかと思います。で、これがオープンスタンスではなくて普通のスクエアなスタンスになります。もちろん右足がこのように開いていても構いませんし、もう少し左足が閉じていてもそれは自分の体の回し方の差になりますので、そこは自分の好みで大丈夫だと思います。ただしこのつま先の位置がずれていてもそれを合わせてしまうと骨盤が歪んだ構え方になってしまいますので注意が必要ですということになりますので、そこを注意して構えなどをしっかり取れるように練習してみてください。